皆の者、こんにちは。こんにちは。我ら、越後上越、上杉おもてなし武将隊、上杉景勝。早にございまする。さあ、母上、やってまいりました。はい、いましたね。越後の竜かける戦場、ミュージックビデオですな。はい。のロケ地巡りでございまする。巡りでーす。今回で2回目。はい。さあ、前回の母上の話ですな。竹のところですね。竹林のシーンの、まあ、最後に予告で言っていた通り、はい、今回はわしのあの滝のシーン、はい、あの滝のある場所でございまする。はい、こちらは上越市大島区にございます板山不動尊にございまする。実はあの滝のすぐ横に立派な不動尊がそうですねあるんですな。はい、今回はそちらも合わせてご覧いただきたいと思います。はい、では参りましょうぞ。お願いいたします。はい、ちなみにこの場所は、はい、我らの本陣からだいたい50分ほどの、そうですね、端っこでございますからね、うん、まあ、山間部の場所なので結構距離はあるんですけども、まあ、こちらはこのように地下と駐車場が整備されておりますので、はい、まあ、安心して鉄かごで来ていただきたいと思いますな。それでちなみにあちらですな、まあ、川屋もありますし、はい、そしてその隣には板山不動尊の水ということで、まあ、飲用の水がこのように出ておりまする。前回ですな、撮影が終わった時についたというものでわしが飲むシーンを挙げておりますけれども、実はここでございましたということですな。ちなみにその柄杓の絵がないので、ないんですけど、え、これ使ってないの、ああ、絵がないんですけど、どうして気をつけてください。こんにちは、ペット虫です。可愛らしいハプニングが。水を飲むだけで一大事ですよ。冬夏この撮影に行った時冷たかったですか。だいぶ冷たかったと思います。このように駐車場から川の方に向かって下っていく感じですな。下に整備されているので歩きやすくて、うん、あの橋から趣があって、うん、ああいう感じがとても私好き。降りてくるとなんかやはり新鮮な感じがありますね、うん、スーッとなんか空気が変わりますな。清流という感じですね。苔がちょこちょこしてます。なんかこういうのも良いですね。こっちの手前の橋よりさらにこう年季の入った、はい、こちらもいいですか。素敵。奥の階段もまた今日日が当たって綺麗ですね、うん、ちょっと母へこう歩いてみましょうか。はい、自然が織りなす神聖で静寂な空間、板山不動尊。こう遠くから見てもなんとも幻想的な、うん、おー、滝も見えてまいりました。
いや、この時期でも勢いがありますな。ちょうど真ん前にあるお不動、光が当たって幻想的な感じになってますぞ。少し水が上から垂れてますね。板が持ってるかのような感じで、岩がお風呂の上に乗っかり、そして薄く切られた洞窟のような感じという表現ですから、ですかね、これはなかなかこう表現しづらい、洞窟内に不動尊を祭り200数十体の石仏が安置されている。何やらこう端から数えていくと右と左とではこう数が合わないという言い伝えというか伝説があるらしいですけど、137 137。違う、138です。私137です。合わない合わない伝説は本当かもしれません。なんとも厳かな場所でございますね。そしてあちらにはあの岩のところにわしが座って肩の抜いたシーンですが、大島区の板山不動尊、はい、この滝とお不動、やはり神聖な空間でございますが、はい、清められているところでございますね。末裔などは神聖すぎて自分が浄化されそうと言っておりましたもん。末裔は邪悪なものではないと思うんですけどそのぐらい気持ちのいい場所となっておりますので、ぜひ身を清めたい、そして身を引き締めたいという方はぜひとも足を運んでいただきたいと思います。はい、それではこの旅はこれまで。ありがとうございます。